ということで、夜になるまでちょっと時間があるんで、お腹減ったからご飯を食べようかなって思います。で、ご飯はそうですね、パビリオンの下で食べようかなって思ってますね。ちょっと天気も悪くなってきたな。雨降りそう。まあね、スコールあるんでね、マレーシアはね。で、ちょっとパビリオンの方に戻りたいと思います。はい、そしてここがマレーシアのスクランブル交差点ですね。まあ、渋谷ほどいないですけど、今スクランブルになってる感じですね。はい、マレーシアの渋谷ですねって感じでですね、次行こう。じゃあ、本当、飯食いに行きます。はい、ここからすぐなんで、パビリオン行ってみたいと思います。まあ、基本ね、あとね、マレーシア、あの信号守ってる人ほとんどいないですね。ただバイクが危ないから通れないってだけで、もうここぞとばかり隙さえあればもうあの関係なく渡ろうとしちゃうんで。で、あの信号はカウントダウン制ですね。青くなってて、なんか下に数字が出てるんですよ。で、10、9、8、7、その間に渡るみたいな感じなんですけど、マレーシアは。はい、マレーシアのスクランブル交差点でした。ということで、ちょっとハンバーガー食います。はい、入ってきました。意外と閉まるの早いですね。10時に前閉まってて、10時 ?11 時ちょ忘れましたけど、まあ30分しかなくて入れなかったんで、今日はちょっとそのハンバーガーをどうしても食いたいってことで行きます。まあ、こんな感じでね、たくさん食べ物がここに入ってるんですけど、ちょっと金額の感覚が分かんないですね。1リミット30円っていうのがちょっといまいち感覚がなくて、すげえ安く感じちゃうんだけど意外と高いみたいな。難しいですね。すごい人だらけ。何これ、超並んでる。ここ鬼並び、鬼並びですね。すごい。そしてなんか結構何ちょっと見分けがつかないんですけど、僕はなんか綺麗な人が多いですね。何系なんだろう、東南系だと思うんですけど、すごい綺麗な人多いですね。でサイズいいな、みんなすごい。で、やっぱ外国の方なんで露出してる方々が多くて、すごいセクシーですね、本当に。もう若くて、なんかって感じですね。ってことで、今日のハンバーガーを探しに、どこだっけ、どこ行ったかな。ってことで、ハンバーガー頼んだんですけど、なんか3つがセットになってて1つでよかったんですけど、1個1個がそんなに大きくないって言われたんで、3つ一気に頼んじゃいました。で、頼んだのが、サーモンとチキンとビーフで、飲み物は炭酸みたいな感じで頼んだんですけど、美味しいのかな、ちょっと全部ね。で、ハンバーガーの値段が45リンギットだから、355、3412、あ、結構高いですね。1300円ぐらいか。で、今、ソーダ来ましたね、ソーダ。で、レモン入れてくれて、いいっすね、美味しい、ソーダが。あ、うめ、そうだ、梅。はい、ということで来ました。思いのほかちっちゃかったですね、ハンバーガー。ちっちゃい、ちょっと食べてみたいと思います。ちっちゃいハンバーガー、マジちっちゃいな。大きさ見ると、大きさ見るとこんな感じで、ちっちゃいな、ほんと。ビーフ、いただきます。うめえ、うまい。ただちょっとちっちゃいのが気になるけど、おいしい。ビーフうまいな。ってことで、これはこれが多分なんだろう、サーモンかな、多分そうだな。おいしい、うまっ。ていうかパンがうまい。やべ、これで1300円ぐらいは高えな。で、最後はチキンで、間にアボカドが入ってるやつ、おいしそう、うまい。はい、これは夜のパビリオンですね。夜だとこんな感じでめっちゃ綺麗ですね。はい、いいよね、超綺麗で、さっき昼の噴水がこんな感じで、夜と全然違う。
夜の方が綺麗ですね。ここからですね、ちょっとさっきのジャランアロに戻ったりとかして、ちょこちょこいろいろ見ていきたいと思いまーす。ってことで、あっちの人ね、人がエグかったんだよな、昨日。本当にカオス状態ですね。行ってみたいと思います。ね、昼と違って夜もなんか、夜の方がやっぱ綺麗だよね。いい感じだよ。そう、これ、相変わらずこれ売ってるんですよね。風船みたいなやつ。ね、買う人いいのかな、ああいうの。どうなんだろうね。夜いいよね。不気味だな。ただクソ暑いよね。湿気もすごいよね。これ。でもうるさくないですね。昨日めちゃくちゃこの時点でうるさかったんだけど、今日はそこまでうるさくないですね。よし。本当すごい。東京すごいな、全然この建物。東京よりだと全然建物が半端ない。見てこれすごいよ、でけえ。すごい。ちょっとじゃあここからさっきのジャランアロに戻ってみようと思います。はい、そろそろ着きますね。これがドリアンですね。もう匂い、この辺はかなり匂いがきついですね。ドリアン、ドリアン臭ですね。これ左曲がると多分あのさっきのホテルみたいなところに出る感じなんですけど、こんな感じかな。よいしょ。やった、屋台街、こんな感じですね。横丁入ってきます。あ、でも今日はそこまで人すごくないな。昨日のがすごかったな。昨日花火とかバンバン上がっててすごかったんですけど、今日はそこまでですね。はい、でもまあ横から見るとこんな感じで、ちょっとうわすげえ、みんな食ってる食ってる、みんな食ってるよ。よいしょ。ここはですね、俗に言うマッサージ通りってところですね。もうずーっとマッサージマッサージって言ってくるんですよね、ここ。まあ、気持ちいいとは思うんですけどね。どうなんだろう、これ全員マッサージしてるんですよ、これ。全員マッサージマッサージって言ってくるんですよね、ここ。
すごいっすよね。どうせだったら可愛い子にマッサージしてほしいですよね。だから可愛い子にマッサージしてもらっちゃおうかなって思いますよね、どうせなら。で、もうこれ全部この辺マッサージですね、女の子たち。OK。 これ全部マッサージ。決して立ちんぼの方ではなくて、マッサージの方々なんですね、全部。で、これちょっと行くと多分バーとかがたくさんあって、なんかちょっと酒飲める場所になってるとは思うんですよね。はい、マッサージ街を越えてですね、これあそこ、ほらちょっと明るくなってきたじゃないですか、そこら辺、この辺がね。あそこが多分バーとか多分あるとこだとは思うんですよね。多分みんなここで遊ぶんだろうな。マレーシアクラブがあるのかよくわかんないですけど、なんか女の子とか多分飲んでこういう感じ、ハイネケンとか書いてあるんですよ。まあ遊ぶ、なんか遊ぶと思ってこういうとこなんだろうな、多分こんな感じですよね。まあ僕あんまお酒飲まないからこういうとこないですけど、多分でもそういうところなんだろうな、これ。よいしょ、こんな感じですね。ネオンがちょっとねイケイケな感じだ。まあ、早いからあんま人いないですね。こんな感じで、あの辺とかは音楽ですね。バドミントンですね。マレーシアといえば、僕バドミントンって言って、バドミントンが有名なんで、映像で流していくと思います。バイクが一日引いてる。健全ですね、皆さん。健全。はい、ってことです。ここで、渋谷のじゃね、マレーシアのスクランブル交差点のとこなんですけども、じゃあ夜の最後はですね、マレーシアの違法だと思うんですけども、やっちゃってるんでしょうね、女性と、まあ、そういうとこするところが、このなんか不気味なのにも、要は東京の銀座みたいなところのすぐ近くにあるんですよ、確か。そこにちょっと最後は行って、まあお別れしようかなってことなんですけど、本当確かすぐ近くで、僕一回コロナの前にもマレーシア行ってて、で、まあコロナになってもうなくなっちゃってるかもしれないんですけど、まああった場所に行ってみようかなって。もうすぐそこなんで、まあすぐ行って、左曲がったらもうすぐみたいなところに昔はあったんですよ。なのでちょっとそこに行ってみたいと思いますね。で、曲がるとなんかこうやって高級な感じじゃないですか、もうファッションもショッピングモールばっかで、でなんですけど、一瞬曲がるとね、やっぱちょっと建物が全然違ったりしてるんですよね。そう、それの落差がすごいですね、マレーシアは。もうすげーがっちり作られてる建物の横に、なんか結構もう今にも壊れそうな建物みたいな感じのものが多い感じがしますね。はい、ここを左かな、確か。ちょっと行ってみようかね。はい、ってことで、まだあるっぽいですね。なんか名前は変わってるな、でもあるな。名前がですね、行きますね、北海道になってます。名前が北海道です。スカイリバーから、北海道という名前に変わってましたね。ここなんですけど、はい、これ北海道、左に見えるんですが、これ北海道ですね。はい、ここが、まあ、マレーシアでいう、まあ、女の子とそういうとこするとこですね。で、茶色い、ここの茶色いドアがあるじゃないですか、あれ
がブラックミラーになってて、あ、マジックミラーかなってて、まあ外から開けられないですね。でタッツとあの係員が来てドアが開いて、あ、誰か入ったかなみたいな感じになってるんですよね。ってことですね。また次回の動画でお会いしましょう。 See you next game。